はい、皆様、こんにちは。リヒト・ドゥンケルハイトでございます。牧場物語、ハーベスト・ムーン・フォア・ガール実況プレイ続きをやっていきたいと思います。さて、ヒヨコが孵化したようですね。はーい。これ、無音から始まるのが怖いな。はい、生まれました。ポプリちゃんからもらった卵から生まれた、はい、ヒヨコでございます。名前はですね、いつも私ね、多分大体の人がそうかもしれないですけど、ポプリちゃんからもらった卵だから安直にポプリってつける。 私は結構そうしてたんですけど、今回はちょっと違う名前にしようと思ってまして、ポプリちゃん関係の名前で、それっぽい名前っていうので、ちょっと調べて、決めたのが、ちょっと言いづらいですけど、サセ、サ、シャ、ダメだ、言いづら。改めて言いづらって思った。サセちゃんです。はい。ポプリって、ポプリ、匂いの瓶の詰め物みたいな。あれと似た系統のものっていう、サシェっていうものがあるんですよ。匂い袋みたいな、なんだっけ。私もよく知らないですけど、調べたらそんなのが出てきたんで、じゃあこれでいいわって、いうことで、サシェちゃんです。言いづら。マジ言いづら。家族が増えました。頑張りましょう。4話に増えたのかな？ 4 話だっけ？ 5 話だっけ？飯食わんのかーいっていうことで、はーい。ワンコートー。お、反応した。今日は夏の月11日金曜日、雨ですね。天気予報、明日は雨ってことはあれか、ウィンドウは中に入ってるんですね。明日はトマト祭り、これは絶対に晴れですね。豊作を祝ってトマトを投げまくりましょう。どっかイタリアだかどっか忘れたけど、トマトをガツガツ投げまくってっていうお祭りあったよね、確か。あれは、日本にもね、アホみたいな祭りいっぱいありますけれども、豊作を祝ってトマトを無駄にしていいのかっていう、食べ物をねえ、悲しいなぁ。会話の話か。そんなことを深く追求したらダメなんだろうな。お祭りって本当意味がわからない。疲れ気味かな。私は今日疲れておりますね。お出かけしてない。はい、明日はトマト祭りでございます。これはうまくはいかないと思うけれども、雑にやっていきたいと思います。今までまともに勝ったことないんじゃないかな。はい。今日やることなくてごめんね。トマト、まだですね。もうちょっとなんじゃないかな。11日でしょ？明日ぐらいじゃないかな、もしかしたらトマトは。でかくなってる気がするんだが 育った？牛に？もしかして、子牛に育った？見た目っていうか、でかさしか変わらんから、これはちょっとあれしてみようか。ちょっと待ってね。ガチャマだな。こうしてみよう。てい。とう。取れたというわけで、はい。間違えた。牛が、大牛になりまして。はい。ミルク。S サイズ。これ、愛情度によって M サイズ、L サイズまで育、増えます。で、値段もそれによって変わります。よいしょ、ポイッと。冷蔵庫ができたら、ちょっと保存して料理に使うみたいなことも考えたり、したい、と思うんですが、これあれだな。ウィンドとのあれがあるから、これ逆の方がいいっすね。どうしても癖で先に、ウィンド出るなよ。出るなよ！危ねえな、あいつ。 あのままほっといたら出たんじゃないか。ちょっと、遅れて声が聞こえてきた。もしかしなくてもあのままやると出る可能性があるから、ちょっと、笛吹いたら逆に出てしまいそうなのでやめときます。危ねえな。背筋の卵も、4話ですね。はーい。今日はね、
これはポイ捨て。判定。判定がシビアなんだよな。これを4羽分。ちょっとこっちの方が近いかな。よいしょ。他の作品だと、あれ、こっちからじゃないと取れない。持ち上げてスキンシップなんていうことが愛情度の変化に関わるんですけど、この作品では別に必要ないので。今日は4羽分の餌を置いて、餌大丈夫かな？まあ、全然大丈夫だと思うけど、こういう時のためにちょいちょい貯めてるから。じゃあ温泉卵やって、ちょっと収録に間が空いてるんで、何やってたっけなっていう状態ではあるんですけど、まあ、多分、増築に向けて金と資材を貯めようかなみたいな。資材とか、348、まだ足りないんじゃないかな。400はいらないとはいえ、400近くは必要だから、もうちょい、いる。はず。お金は全然足りてると思う。お金はそんな必要なかったはず。4000だか5000だかだったような気がする。すげえ曖昧ですけど。今日は雨だからな、特に人との会話もできんし。あ、ちょっと何度もすみません、確認を。あと2日っていうことは足、いや明日ダメだ。間違えた。明日、お祭りじゃないですか。つまりは、コロボックルの家は入れないんですよ。みんな、お祭りの日は、もうみんな休んじゃうんで、全部の扉が閉まるんですよ。家とか関係なく。もう誰もいないっていうことで。で、コロボックルの家も例外ではなく、多分入れないはず。なので今日にお仕事を頼みに行きましょう。ちょっと一日早いけれども、しょうがない。しょうがないんだよー。と、2、3、と、1、2、3、と、おんでや。おんで、よいしょ。あれ？ 10 時。いや、ちょっと、いけそうだな。でも金曜日もしかしたら休みかもしれない。ちょっと看板あるかい？看板ねえ！看板ねえ。11時スタートだっけ、ここ。おー、帰ってきてるわ。っていうことは11時スタートなのかな？はあ、ということで。じゃあ、コロボックルにお花をあげて、物をあれしてから、もうあれしてからでも全然よいしょ。出荷してから、ゴッツさんに頼みに行ってみようか。お、いた！これは、行こう。ここだったら時間は進まんし。楽に渡せる。青と、もう一匹なんだっけ？もう一匹は、なんだっけ？忘れた。もう一匹は、この辺いるかな？見当たらないな。今一瞬あれ囲まれたかなって思った。中折れへんかな。どうだ？いないかな？やっぱいないか。もう一匹を探しに行かなきゃ。あれ？今一瞬音が消えたから、ん？なんかイベント起こったって思ったよ。もう一匹、どこだー？どこだー？マジで。いたー！くそ。こういう時動きがランダムだから OK！ ほんで、ちょっとグレイ君に会うのはちょっと後回しにして、先にゴッツさんのところにめっちゃ草生えとるわ。しょうがないとはいえ。まあ今んとこ必要ないからやってないけど。まあ、あるイベントで確か雑草が一気に消えるみたいなのあるし、まあ別に雑草ほっといてもいいんだけどね。
そこまで気になるような、別に雑草が入ってるからってデメリットは特にはないんで。あ、いたんだ。やっほー。なんでそっち行くんだろうね。その気持ちがわからないわ。やっほーい。自宅の増築頼んでいいかな。ちょっと待ってね。12日トマト祭りで、別にその、頼んでる間特にデメリットがあるわけではないんだけれども、一応ね。まあいいや。頼んじゃえ!4700 と370足りるね。オッケー。390まで。オッケーです。はい。これでやって。料理がね、ようやく、まだ、その増築完成した時点ではできないんですけど、でも整理棚とかが増えるので、花とかいわゆる、出荷物以外を保存することができるようになるので、そこが非常にありがたいですよね。でまあ料理できるようになって、からまあグレイクの鉱物を作ろうと思って結構大変なんですよね。多分卵とか、卵、牛乳、お菓子系が好きだからなぁ。で、小麦粉とか、バターとかいるのかなぁ。あれ、バターいるっけ?さて、頼みに来たわけですが、次が、紫と、これ、あれか、上から来てるから、これは6、7でいいかな?紫、水色でいいかな?よいしょ、よいしょ。どうも。おう、頼もしいね。7日間お願いします。まあ、洞窟の世話を頼むのもありだけども、まあ、いいや。やっぱり、動物の世話はね、基本的に中でやるから、時間が止まるから、そこまでコロボックにしてもらう必要ないような気がするんだけど。なので、いつも、やっぱり、時間がね、かかるので、時間が溶けるのでね、水まきしてると。まあ、そこら辺をなんとか、まあ、クリフ、緑か。いや、またトマト祭りとかでなんか進行したらやだな。ちなみに君は、話変わって、してないよなぁ。いや、ワンチャン夏になったから変わってるなんていうことはあるかい?うん、変わってない。変わってないなぁ。よいしょ。目覚まし時計が大きくてもしょうがないと思うんだよなぁ。ふっ。話が、これあれかなぁ。再開のミネラルタウンでは、でも、再会のミラルタウン、みんなキャラクターの、デザインめちゃめちゃ変わって、なんでやねーん!なんでやねーん!むしろオンラインやったんかーい!やあ、エリーちゃん。いや?とか言って。ドクター、君は、青か。まあ、青だったら別に。よいしょ。ドクターのイベントって、そんな、なんか、あ、今の時間やったらグレイ君は、ちょっと待って、カレンさんいないかな。カレンさんになかなか会えないから、会えるときにちょっと話しかけておきたい。カレンさーん!あれ?マリーちゃん?じゃあ、マリーちゃん?違うよね。あ?あ、よかった。マナーさんだった。一瞬後ろ姿がすごい。雑貨屋で。わあ、5000はな、高いな。長い。やっぱこういうところで話しかけるとちょっとね、違った会話が聞けて。集金。あ、そっか。好感度が上がったから、好感度っていうか有効度かな。ちょっとこうやってセリフが変わりますね。どうしよっかな。お金にちょい余裕あるし。
魚の餌ちょっと買おうかな。890、ちょっと26分をこうしとこう。お魚もね、やっぱり釣りがね、難易度高いから、養殖で増やせるんだったらその方が簡単かなーっていう気持ちで、とう！グレイ君いるかい？グレイ君、いたー、とう！あ、すかした。はい。はい、とか言って。ごめんね。君にね、プレゼントできるものがね、あんまないんだよね。あれ？俺引っかかったわ。あ、そういえばアンケート、だいぶ前に、だいぶ前だからいつだか忘れたけど答えた気がするし。カッパの川流れ第2話。どこ、カッパの話か。青い実、青い木の実、あれか。そやな。じゃあなんでクリアちゃんが投げたらまた出てきたんですかね。じゃあ3話はあるんでしょうか。あ、あるんだね。ないときはもうないって言ってくるからね。まあそれも楽しみにしつつ、せやなあ。いやいや、ん？誰かいた今。こんな雨でもいるんだね。こんな雨でもいるんだね。マナさんさっき店にいたやん。え、今日ね、バジルさんの誕生日なんですけど、ただ、渡すものがねえんだわ。しょうがない。ごめんね。バジルさんって、マリーちゃんのお父さんでしょ？いるかな？いつにいるかよくわかんないしな。あ、そうだ。ちなみに。30個。おう、なんか知らんけど、ジャストになったわ。おらぶん投げていく。せやなぁ。特に今日はやること思いつかへんねんけど。なので、ちょっと草刈りしようかな。まあ、草刈り言うても手作業だけどな。まあ、ほんまお釜のレベル上げとか、もう兼ねて釜でね、やるのもいいんだけど、体力がね、奪われちゃいますから、やっぱちょっと鉱石掘りもしたいし、そうなるとちょっと釜屋やって、よいしょ。体力を使うのはちょっと気が引けるなと。まあ温泉に何度も入ればいいっちゃいいんだけどね。1時間溶けるからね。あれ、他のゲームで温泉あるときはこう自動で時間が経過したりするんですけど、よいしょ。よいしょ。あ、5時か。よいしょ。このゲームの場合は待たないといけないから、その間ね、暇ってのもあって、おいしょ、これじゃ、びゃー、これ邪魔ー。なんかもう一個邪魔なやつあったな、そういえば。この辺にあったあったか。これ邪魔ー。トマト明日できるかなー。よし、とりあえず鉱石掘り行くぞー。いや、雨の日はやることが少なくて。うわ、暗っ！ほっとここ暗いな。ここ暗いよ、怖いよ。あー、時間がー。鉱石掘り行きまーす。あー、引っかかった。はい、鉱石掘り終わりまして、残った体力で釜のレベル上げを試みて145まで上がりましたと。うん、まあ、なんとなくですけどね、釜は。そこまで頑張らなくてもいい気がするのでねーっていう感じで、とりあえず。しかし今日は雨だからかやることがあんまりなくて、やり残しがないかすげえ不安なんだけど、すーごい不安なんだけど、多分大丈夫だと思う。そんなね、そんななんか絶対やらなきゃいけないようなこと基本的にこのゲームないしみたいな感じだし、今日はとりあえず増築を頼んで、4日だっけ ?5 日だっけ、まあそのぐらいで完成するんで、まあそれまでにお金貯めて、ただ火曜日なんだよな、テレフォンショッピングで、調理器具を買えるのが。なので、まあ、一週間に一回しかね、ゲットできないっていうのは非常にめんどくさいんですけれど、まあ、コツコツやって、料理もね、やっていきたいかなと。
思ってはいるんですけれども、まあ冷蔵庫がねできるんで、まあちょっとトマトとか卵とか牛乳とかをちょいちょいね残して、まだおったんかよお前、よいしょ、あ大丈夫、カゴにシュートしないかなでちょっと不安だったわ、めっちゃうろついて、ちょっと待って、鉱石をあげてしまわないかすげえ不安だったわ、ミスリル以上かな、オッケー、あ出た、出てった、よし、どれぐらい稼いだかな、まあ、明日トマトを収穫多分できると思うんで、それまあうん、ちなみに一緒かな、一緒っぽいな、はい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 、それに時間かからやろうけど、まあ10時ぐらい、まあ10時から12時、いつまでやっけんまあそのぐらいに間に合えば大丈夫なんで、ちなみにやけど、ちょっちょいちょいごめんちょいごめん、箱の中にはベルが入ってんのか、うん、でもやっぱりな、会話のことがあるし、牛さんの放牧はしなくてもいいよな、夏に実は牛祭りがあるんですけど、それにね、あのミルちゃんは全然まだ勝てる段階ではないのでね、はい、まあ、とりあえず今日は寝ましょう、おやすみなさいませ、はい、1年目夏の月11日でございました、ご視聴ありがとうございました。